ナディルベルハジは、フランスサンクロード出身のアルジェリア代表サッカー、選手。あるスイーリーや所属。ポジションは DF。2008から09シーズン、レンタルで、ポーツマス FC に加入した。活躍が認められ、シーズン途中で完全移籍した。ポーツマスでの活躍から、冬の移籍市場でプリメーラディビションの FC、バルセロナから獲得のオファーを受けたが、 機械に甘んじるのではなく、試合に出たいとの理由から断った。2015から16シーズン限りで、カタールスターズリーグのアルサットを退団し、2016年11月28日に CS 版アルゲンヌへ復帰することが決定した。フランス全国選手権で19試合に出場し2ゴールを挙げたが、クラブはリーグ17位に終わり CFA に降格。 2017年6月5日、あるスイーリーや SC と1年契約を交わし、カタールに再び参戦することが決定した。U-18 フランス代表としての出場経験を持つが2004年4月28日にアルジェリア代表として中国代表との親善試合に初出場すると2007年6月5日のアルゼンチン代表戦で初得点した。ありがとうございます。